サーチンです。エブリデイ餃子店に来ています。やるのはこちら、久々にねファミコンキャッチューやっていきたいと思います。これでねファミコンのコントローラーで操作します。これね、ビーコンなんで、あーあーあーって言ってマイクになりますよね。それでやっていきましょう。いい？奥行きわからん、奥すぎたかな、キュッと、いいナイス一個目ゲット。100円で1個取れてもう取れるんじゃないか。ちょっと100円以上の価値あるんじゃない。ね、でもさ、いいやつがあそこに並んでて中身はどうなんだろうね。じゃあ今度はね、一番ね右狙ってみます。一番右行きます。本当にもう横ちょこれでいいんじゃない。はい、そこよーしよーし、取れる取れる。2カセット目、次のだけ超絶横ちょからの、あ、いけ指、おお、え、これ簡単なんだけど、取れてねえけど簡単なんだけど、いくよ、もう収穫祭。あそこカモン、おーおー、おー、すごい取り放題。次、でもここ難関なんですよ。このこれ、これタグがさ右に寄っちゃってるやつ、指が入らなさそう。とりあえずそれ狙っていきたいと思います。はい、いけるかな、いきやす、はい、指、あー厳しかったー。どこ行こうかな、やっぱ真ん中のやつ。はい、あ、ヘタピーになってる、ヘタピーになってる。ズボンと調子が良くなってきたね。最初だけだったかな。いきますね、オッケーオッケー、盛り返していく、行かせて。いやドクターマリオとかやりたいな。スーパーマリオ USA も懐かしいね。株を引っこ抜いてさ、ピッて投げるやつ。はい、指いけ、指、おお。めちゃ取れる、めちゃめちゃ取れるやん。入り放題なんすかね。レッツゴー、奥行きます。はい、どこ、ちょっと怒られるまで取っちゃう。しゃあ、はいはい、いけー、おー簡単、順調順調。あと4つあと4つあと4つ取っちゃうの、これ。でも難関ここなので、ね、難関をクリアしていく。はい、難関いけるかな。うっしゃーしゃー、こすっとんっていったよ。難関クリア、よし、残り3つでこのゲーム終わります。行きましょう、早く開けたい。あー難しい、奥難しい、奥むずいな、奥むずいよ。1000円終わったピーポー、現在9本でございます。ちょっと1000円崩していきます。崩していきました、残り3つ。このゲームコンティニューしまくるよ。ノーコンティニューじゃないよ、コンティニューしまくるぜ。ヘイ、集中や集中、いけ指、指どう、指が逸れた、指が逸れた。やっぱりね、奥になると若干ね照準がずれるっていう。ど真ん中狙っていく。はい、あっ、いけ、もうちょいよく、ちょっとあそこキープしとこうかな、ミスが続くんで。よし、近いとこ、ヘイ、オッケー、完璧、スポッ、完璧、近いと簡単だね。2、4、どうやと10個目、これね、コアラさんにあげて、コアラさんにあげちゃおくね。あと2個、前に、いけるかな、ポチッ、いけー、あーちょっと右にずれた、やっぱ奥むず、奥むずいって、やらねば終わらない。もうだんだん調子悪くなってきたね。集中集中、いけ、あ、あ、あそこ硬い、やばい、残りに2つが死な、ちょいもう左目にやります。はい、結構左にやった。はい、いけー指、よーし、あと1個、よっしゃー、全部通るまで終わりだ、これで決める。あら気持ちね、なんか右に行っちゃうのよね。お、取れたー、パーフェクト、全部取りました。オッケー、ということで2、4、6、7、8、12本取りました。それではね、中身チェックといきましょう。何が出る、1個目、
台東グランプリ栄光へのライセンス知ってる？やったことない。昔さ、やってたでしょ。やったやったやった。2個目謎のやつ、あっちにあるやつ、あのマリオゴルフとかさやりたいな。はい、こちらファミリーコンピュータースーパーモンキー大冒険最勇気だ。これも初めて。あれメジャーどころが出てこない。もしかしたらメジャーだった今のゲーム。ドラクエぷよぷよマリオ、キングコングマリオ、やっぱマリオ、マリオ欲しいよね。何これ、ルナーボール、ルナーボール、まあ、ルナってねなんか星の名前なのかな。やばいっすよ。シェイイエス、テレッテッテデン、オンマイグー、ナムコファミリーサーキット。これね、やったことあるかもしんない。懐かしいな。遊びをクリエイトする株式会社ナムコ。懐かしいね。どういうことっすか。メジャーどころお願いしますよ。ドクターマリオとかマリオお願いします。はい、こちらクニオくんじゃないよ、花のスター街道芸能界アクションゲーム。面白そうだ。初めて見ました。次こちら、お見たことある、ドラクエ、ドラクエ、ドラゴンクエスト2。これね、家にあった。なんかさ、もうクリリンっぽいもんね、絵のタッチが。悟空じゃないけど、作画はそんな感じやね。やっと当たりきたよ。あとはちゃんと使えるのか。中古のソフトのため名前が書いてあったり、シールが貼ってない場合がございます。シール、シール、まあね。おーちょっと大当たり。マジカルタルルーとかめっちゃやった。タル？知ってる？やってないかもしれない。あ、マジで？漫画読んだ？漫画なんか知ってる。めっちゃね、自分の小さな頃のバイブルだね。ちょっとね、エロいんだよね、セクシー担当。数字、はい、ドラゴンスレイヤー4。わからないです。でも4まで出てるから人気なんだろうね。続いてこちら、ジャジャマルの大冒険遊び方。これね、持ってた下田さんのやつ下田さんのやつ、ジャジャマルの大冒険。このさ、ほら、だるまとか、これね、音がね、チープでね、あと3本もある。テレツテツテテン。ついに来た。来た。パッケージのやつ、神的当たり。これ、初期版っすよ。初期版。いやー、すごいよ。これ、売ってたら高いっしょ。すげえ、後半に当たり来たよ。せーの、ダン。11個目、おぉ、ドラクエの3だね。もうめっちゃやってる。めっちゃやってた。めっちゃやってた。2はあんまやってない？ 2 はやった記憶がない。ドラゴンクエスト3、そして伝説で、スクエニじゃなくてエニックスだからね、ニンテンドーエニックス。これ、これさ、ってやって、ガチャンってやってさ、データ消えるよ。なかなかね、セーブがしてくれないやつ。さあ、ラスト。結構尻上がりやった。最後はディデン。これは持ってた。マジでやり方わかんないけど、持ってた。後ろはボンバーマンみたいなやつ。というわけでいかがだったでしょうか。こちらのファミリコンキャッチャー全部取れるまで終わりまででした。楽しかったですね。ね、ぜひね、皆さんも来たらやってみてはいかがでしょうか。めっちゃ面白いです。で、ファミコンやろう。この動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。